はい、このコーナーはゲストコーナーでございます。今日のお客様は日本証券業協会広報担当本部長鈴木正康さんです。こんにちは。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日は間近に近づきました、はい、NISA の日、はい、まあ、NISA は今年に入りましてね、まあ、新しく制度が変わりまして、いろんなマスメディアで取り上げられている。そうですね、おかげさまでありがとうございます。よかったですね、はい、これね、はい、で今日は NISA の日についてちょっとお話をお伺いしたいと思うんですが、まずは改めまして、はい、この NISA の日、はい、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。はい、そうしましたら、じゃあまず最初のスライド、はい、こちらのスライドですね。すでにご存知の方は多いと思うんですが、2月13日は、まあ、NISA、まあ、語呂合わせで NISA の日となっております。はい、NISA の日には、まあ、例年本協会では多くの方に NISA について、まあ、理解や関心を深めていただきたいということで、さまざまな広報活動を行っています。まあ、特に今年は1月から NISA が、まあ、恒久化され、抜本的に拡充されました。まあ、新しく生まれ変わったということで、まさに新しいNISAスタート元年と言えると思います。まあ、そんな中初めて迎えるNISAの日ですので、より特別なものだというふうに考えております。はい、まあ、そういった意味では今年は特別な日、まあ、ものということになりそうなんです。どんな活動になりそうですか。はい、今年はですね、NISA の日に2つのイベントを実施しようと考えてます。はい、まず1つ目ですが、今スライドに出ております、吉本芸人大集合、NISA の日面白NISAアカデミーです。投資信託協会との共催で、金融庁に講演をいただいております。主に若い方々をまあ中心に、これまで投資に縁のなかったような方々に向けてですね、新しいNISAや、まあ、証券投資について、楽しみながら興味や関心を高めていただきたいと考えております。MC には情報番組や多数のバラエティ番組でご活躍中の、南海キャンディーズの山里亮太さんをお迎えして、まあ、コットンさん、レインボーさん、ボルジュクさん、そしてサンキュー倉田さんといった、まあ、吉本興業所属の人気芸人さんにご出演いただきます。ゲストの方々と一緒に、まあ、NISA の制度や資産形成のための活用方法などを、まあ、学校形式で楽しく学んでいただければという、そんなような内容になっております。まあ、盛りだくさんですね。はい、はい。うん、で当日はですね、こちらのスライドにあります内閣府の神田大臣政務官にお越しいただいて、まあ、講師として制度の解説をしていただくほか、まあ、本協会の会長の森田、専務理事の松尾、そして投資信託協会の松下会長、杉江副会長専務理事にも、まあ、解説などという立場でご登壇をいただく予定としております。でイベントの参加は無料となっておりまして、現在多くの方に応募いただいております。はい、で応募の締め切りは明日7日の午前10時までとなっております。抽選にはなるんですけど、ご興味のある方はぜひ今映っているスライドにあります QR コードから本協会のNISAの日特設ページの方にアクセスをしていただいて、お申し込みをしていただければと思います。はい、またこちらの米印のところにありますイベント終了後に日本証券業協会の公式 YouTube でもアーカイブ動画を配信する予定となっておりますので、まあ、ご都合が合わないですとか抽選に外れてしまった、そんなような方はぜひこちらから動画をご覧いただければというふうに考えております。まあ、この QR コードで。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。まあ、人気芸人の、まあ、集合されているようなんですが、まあ、ちょっと関心がこれまで薄かったような方々にもですね、はい、今知っていただくような感じになるかと思うんですが、2つ目のイベントはどのようなものになりますか。はい、2つ目はですね、こちらのスライド、はい、今出ているスライドになります。はい、NISA の日記念シンポジウム、人生100年時代の証券投資と資産形成を考えるを、私ども開催いたします。でこちらは日本取引所グループとの共催で、こちらも金融庁に講演をいただくということになっております。はい、でこちらのシンポジウムは人生100年時代における、まあ、証券投資と資産形成や、あと金融リテラシー向上の重要性、そんな、ようなことについて皆様と一緒に考えていただけるような内容となっております。うん、で当日は栗田金融庁長官による、まあ、基調講演から始まりまして、こちらに出ている5社の証券会社の社長の皆様に、はい、ご登壇をいただいてパネルディスカッションを予定しております。これは珍しいですね。はい、社長全員お越しになるというのはね、このような形で揃うのは非常に珍しいことではないかなと思ってます。はい、
で、あのパネルディスカッションの方では、あの登壇いただく社長の皆様に、まあ、証券会社の経営者ならではの視点で、さまざまな質問にお答えをいただく予定となっています。はい、で、あとこちらはストックボイスをご覧の皆様のような、まあ、すでにあの投資を行っているよといったような方にも、まあ、参考にしていただけるような内容になるのではないかなと思っています。はい、で、あとこちらのシンポジウムについても、おもしろNISAアカデミーと同じく、参加のお申し込みを明日7日の午前10時まで行っています。でこちらもあの今映っているスライドに出ております QR コードからあの本協会のNISAの日特設ページの方にアクセスをいただいてお申し込みをいただければと思います。でこちらの特設ページではあの先にあのご紹介したイベントと含めこの2つのイベントの詳細もご確認をいただけるようになっています。はい、であのこのシンポジウムについてもまたイベント終了後に、本協会の、公式 YouTube にアーカイブ動画を配信する予定ですのでぜひご覧いただければと思います。はい、であとこちらのスライドに出てます通りあのこの動画についてはですねあの2月17と18日にまあ開催されるストックボイスさんの資産形成フェスタの方で、そちらの2日目ですね2月18日の13時半から、はい、あのこの動画を放映させていただく予定となっておりますのでぜひこちらもご覧いただければと思います。ありがとうございます。ストックボイスのこの資産形成フェスタも17、18やりますので、はい、あのよろしくお願いいたします。ぜひご覧いただければと思います。はい、まあ、いろんなイベントが予定されているわけですけれどもこのほか協会としてどのような取り組みをされているんでしょうか。はい、まずですね、あの昨年の12月に新しいNISA開始直前記念特別座談と題した座談会の動画を公開しております。あ、ございましたね、これね。はい、であのこちらに出てます通り、あの読売巨人軍の元監督の高橋さん、卓球の金メダリストの水谷さん、あと経済アナリストの馬淵さんに資産形成や新しいNISA制度こういったことをテーマに、お話をしていただいてます。はい、まあ、それぞれあの野球界と卓球界のレジェンドとされている、まあ、高橋さんと水谷さんにアフターコロナの、まあ、スポーツ界をはじめスポーツ選手のセカンドキャリアの考え方なども語っていただきました。まさにあのここでしか見られないような動画となっておりますのでぜひあの皆さんにもご覧いただければと思います。はい、で次のスライドになりますがあのNISAの日の2月13日の午後8時からはみんなで始めよう新しいNISAで投資デビューと題したオンラインセミナーを開催いたします。でこちらは、まあ、新しいNISAには興味はあるけれど何から始めたらよいかよくわからないといった方に向けて、証券投資を始めるための、基本を解説するようなオンラインセミナーとなっています。まあ、詳細はこちらの QR コードからですね本協会の、投資の時間という、まあ、特設ページがありますのでそちらの方からご案内しておりますのでご覧いただければと思います。さらにあの次のスライドにありますが新しいNISAの、まあ、制度や活用方法などを、まあ、分かりやすく説明した短い動画をですね2本1月31日から公開させていただきました。でこちらは、まあ、新しいNISAのことを気軽に、まあ、知りたい方向けにすで、に、まあ、ストックボイスの視聴者の皆様にもおなじみの、まあ、投資君のアニメーションを用いて、説明した内容になっています。まあ、3分動画の短い動画ですので隙間時間に新しいNISAについての知識を深めていただくことができるような内容になっています。はい、でこちらの動画についても、あの先ほどの、座談動画と同じくですね本協会の公式 YouTube の方でご覧いただくことができます。でもし周りに新しいNISAについて知りたい方がいらっしゃいましたら、まあ、先ほどのセミナーやこちらの動画をぜひご紹介いただければというふうに考えております。はい、まあ、ぜひ、ね、これあのご参考にしていただければと思います。さて今日は投資君が来ていただいております。はい、登場しました投資君こんにちは。まあ、これはあの大きなあの投資君ですけどね。これNISAの日でも投資君活躍するということですが。あ、はい、あの、はい、先ほどご紹介したあの2つのイベントですね、NISAの日に実施する2つのイベントでも、まあ、投資君が、まあ、登場することになっています。はい、またあの本協会ではあのNISAの日を、まあ、大切な記念日と、させていただいていて、まあ、本日ご紹介した取り組み以外にも、さまざまな取り組みを実施しています。まあ、そこでもあの投資君は、まあ、大活躍を、まあ、してくれています。そうですね。はい、先ほどもあの
フロアにいた女性たちからみんな手を振られてましたけど、ね、まあ、見学されてる方からも大人気でしたね大人気でしたね、はい、で、まあ、はい、はい、どうぞ。あ、すいません、番組をまあご覧の皆様もですね、うん、新しい発見がまあ、あるかもしれませんので、まあ、NISA の日の機会に、うん、ぜひ本日ご紹介したいろいろな、まあ、コンテンツをご覧になってみていただければと思います。はい、また周りにNISA や証券投資について知りたいですとか、少しでも興味がある、またあるいはですね、こういう、あなたには、まあ、NISA とか、まあ、証券投資に興味を持ってほしいと、そういうような方がいらっしゃいましたら、ぜひこういったコンテンツやセミナー、うん、また本協会のウェブサイトをご紹介していただければというふうに思います。うん、もうぜひね、これは利用していただいた方がいいというふうに強く思いますので、まあ、少しまだその制度がわからないという方々は、こう今鈴木さんおっしゃったように、いろんな動画でのね、コンテンツございますんで、ぜひ利用していただければというふうに思います。さて、ここでまあ、グッズプレゼントがあるようなんでございますが、ちょっとご紹介したいと思いますが、投資君の不織布マスクとですね、ポストイットをこれセットにして抽選で20名の方にプレゼントをいただきました。詳しくはストックボイスのホームページのプレゼントコーナーをご覧いただければと思います。締め切りは2月の13日、NISA の日まででございますが、よろしくお願いいたします。これはこっちは、ストックボイスのホームページということですね。はい、ということで、よろしくお願いいたします。さて、まあ、もう一回先ほど鈴木さんのご紹介あった、ね、いろんなイベントのね、ご紹介、まあ、再度もう一回したいと思うんですが、はい、一番最初にちょっと戻っていただいて、その吉本さんのやつ、これは証券会館、そうですね、東京証券会館の8階、東京証券会館の8階のホールの方で実施します。もう茅場町の東西線の茅場町の駅の、はい、直結ですね、はい、これが山里さんなんかが出てくるやつ。で、ね、はい、次で、これですね、人生100年時代の証券投資と資産形成考える、はい、こちらはカブトワンになりますね。これはカブトワン、これも直結ですね、はい、こちらも茅場町の駅から直結で行けます、はいはい、ですのでどちらも便利な場所にありますので、ありますんで、ね、はい、ぜひ。でこれが見れなかった、まあ、参加できなかった場合は動画で、そうですね、はい、できると、はい、まあ、いうことになります。はい、はい、ぜひご利用いただければと思います。今日の鈴木さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。トシ君ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。うん、バイバイ。